はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジアを進めていきたいと思います。さてですね、今見てください。この上の方のこの数字、430いってますね。となると10連の召喚ができちゃうんですよね。ごめんなさい、眠くなっちゃって。第1弾と第2弾があるのか。まあ普通にこれ第2弾でいってみましょう。ちなみにこれらが8月を30日までですね。さあ、お願いしますよ。なるほど。これは、前に引いてるってことか。さあ、何が来る？ナズナ。これを引いてますよね。うらら冥王鳥。これを引いてる。引いてる人が増えてきたな、だんだんと。この人は？ああ、引いてるんだ。学校暮らしはさくらさん。引いてんだ。ブレンド S は星川さんです。おっと、なんか来る！大きなのが来る！おっと、学校暮らしをこれなんて、エビ？なんか来るかな？ああ、これは来ない。これもゲットです。まだある。ルーン、A チャンネルルーン。ナイトか。ナイトですね。恵比寿沢って言うんですね。剣？スコップ？このシャベルにかけて、どんな敵でも倒してみせるぜ。サエです。ナイトになったよ。また男らしく見られちゃうかな。新規はこの3人ですか。ちょっと残念。ミニチムシ集めたい。私はヤガコ、ゲームのキャラクターデザインをやる。これキララポイントゲットです。予備クエストがありますね。スタチューを集めよう。中級で何度かクリアしてるんですけど、
さあちょっとこれで強化されたかな。まあ問題はこのゲストですよね。なでしこちゃん行ってみよう。なでしこちゃんも星4なんだよな。さあキルミーの両者、チャンス。あー、透明させなかった。こいつかな。OK。 倒しましたね。これで残り1体。おー、これで2名いった。どこでなでしこ投入してくるかですよね。まあとりあえず1体倒しときましょう。どれぐらいダメージか、そんなにダメージ食らない。OK です。さあ、これで。もう、いきなりか、いっちゃいましょう。あれ？でも、彼女だけかよ。よし、一発倒した。さあ、なでしこを投入します。なでしことソーニャが合体。すごいダメージ。勝ちましたね。お、仲良し度、ソーニャとヤスナとカレンの仲良し度は一気に2に上がりました。これストーリー見てみましょう。さあ、これがソーニャのストーリーです。しかし、まだあります。今度はヤスナ、護身術を学ぼうということです。いいのか？かわいい。さあ、カレンも
彼も解放です。に人気キャラがどんどん、あの、さあこれでクエスト15回クリアしてミッションを一気に確保しました。こうして地道に稼いできます。さてですね、メインクエスト海の家の、じゃあ行ってみますか。夏の一枠もなんか来んのかな。3週目は来た、うん、2週目まで終わっております。これいいですね。石がたくさんもらえます。まあバトル行ってみましょう。収集クエストっていうのもあるんか。中級行きましょう。中級だ、いけんじゃないの。エネミータイプが風なんで、ここはですね炎のタイプに行ってみるしかないってことですね。滝本ひふみ行ってみましょう。倒しましたね。まあそれが必要だったかさておき。オッケー、一体倒した。攻撃でも良かった気もする。使ってみましょう。すごいですね。さあここは戦わなきゃダメ。
魔属性でもよかったんだな。さあ中級まで行った。じゃあさあ進みましょう。今度はですね、赤なのでスターティングメンバーとして水をタイプを用意します。ちょっと水をタイプ弱いのか。そこでだな、水のタイプの中で強力な人はいないかな。スロースタートかなですね。とりあえず1体倒しました。さあこれで1面クリアです。シュダ攻撃がないな。痛いですね。もうちょっとあったのに。でかい。そこですね。ミオと交代です。で、いきなりもうとっておき使っちゃいます。3人ジャンプ決まった。そう来るか。怖い。感化よ。回復か。お、すごい。しかし一番強い亀が残った。もうちょっとだ。さあピヨッタのチャンス。オッケーです。
さて、続きか。これもう終わってんだ。だから収集か乱戦かなんですが、乱戦はきついな。上級一つ一回クリアしてんですよね。今度赤なので、さあ行ってみましょう。さあもういきなり強いのが来てます。弱っ。チャンス。気合い入れるぞ。自身を回復。その間に。チャンスなんですが、お、助かってる。攻撃強化高いな。チャンス。最初からこっちの方が良かったかも。いきなりもとっておき使っちゃおう。なんかすごいことになってる。単体攻撃なのかな。OK、あと1体。オッケーです。これで星に乗るな。あーと一体撤退。回復しやがった。さあチャンス使いましょう。
もうちょっとだが。倒しだ。あともうちょい。しかし、これ結構強いな。もうちょっとですね。チャンス。倒しましたね。いろいろもらえるみたい。ちょっと申請ですが、コナンタも助けてもらいましょう。私も一緒に行きます。かかってこい。腰に乗るな。おい、何するんだ。腰に乗るな。一面クリア。倒した。さあこれでもう最後の面です。いきなり使っちゃいます。3体。すごいダメージよ。一発で倒した。ちょっと強すぎる。レベルアップしたよ。
なかなかいい展開ですね、この時点では。商店街行ってみましょう。嫁に会いに。嫁？来ない。問題ない。限定交換。こっちは今だけ。交渉成立。ちょっと進化したいんで、逆ですって、逆に。こっちは今だけ。逆に進化させるためには何がいるかっていうのを逆算した方がいいですね。そうすると、例えばこれミオなんですが、カオ先生が5なんですが、結構いるよな。カオ先生ばっかり頼るわけにはいかないからな。花山田とか小夢か。キャラクターのレベルが不足していますってやってます。例えば陽の、これがシマリンなんですが、シマリンの場合は風の昇進か、風の昇進かダマがいるということは、商店街に行って風の昇進かダマを、貯めていけばいいってことになります。交渉成立。そうすると、さっきのシマリンが それでも足りないってわけか。結構だから意外と苦労するんだよな。トールもこれであげられるか。風のまず一人条件を満たすには、風のさっきのを30集めないといけないっていうのは確かですね。そうなるともう処理数が1しかないんですよね。で、次にシマリーのとこ見てみると、これを集めないといけない。風の進化種っていうのはといけないんで、もっと交換できるんだ。これって星いくつだったっけ？
これが20あの交渉成立いけないけど、この時点でもう終わっちゃうんですよね。通常交換じゃなくて限定交換に行くしかない。そのあと水鉄砲で、これで20なるんです。さらに締まりを集めるには、今度はですね、この風を大進化種っていうのを交換に入れないといけません。この風を大進化種っていうのはどれぐらいで集められるのか、間違えた、風の風の大進化種あった。これがですね、10いる。48ですね。そしてさらに、魔法使いのブロンズスタブ、ブロンズスタチューというのがいる。これも8つ交換する必要がありますね。これで24、水鉄砲勝利。これで最後はシルバースタチューを5つ貯めないといけない。問題ないっていうのは今いいですね。これだ、魔法使いのシルバースタチュー、これが5ついりますんで、交換でマネーレポ18で、マネーレポじゃない、水の行けました。これでレベル40までにシマリンを強化できれば、これで40いきました。そしてもうこれ以上強化できないんで、この状態進化に行きます。おっと、条件を満たしてない。キャラクターの限界突破をしないといけない。なんだそれ。これかシマリンの。で、その限界突破をするには、
これがいるんだけど、なんかの香水みたいだな。黄色色の香水か。黄色の香水ってどこにあるんだろう。キャラクターの限界突破、限界突破の ヘルプ見てみますかね。限界突破、限界突破用のアイテムとコインを消費することで限界突破を行って最大レベルを上昇させられます。で、限界突破強化した後に進化をができます。最終限界突破済みである必要がある。限界突破か。じゃあその限界突破をするアイテムってなんだろう。限界突破素材っていうのがあるみたいです。なんとかのつぼみっていうのがあるみたいですね。そのつぼみを手に入れないといけないんだけど、そのつぼみは足りない。魔法使いのつぼみかな。この限界突破の道具をどっかで手に入れないと進化できないってことですね。じゃあどこで手に入れるのか。ここにも限界突破はない。
らなる高みを目指すぞ。何が限界突破のアイテムなのかわからないのがちょっとどうかなと思いますが、落とすものがちょっと限られてる感じですね。はい、これ超進化獣だからな。かき氷でこれ交換できたのか。アルケミストの果実、ナイトの果実、止血症、普通にクエスト行きましょう。かき氷は必ずもらえるんですよね。だから収集クエストがあくまでメインなわけで、収集クエストをどんどんクリアしていかないといけない。
とにかくクリアしないといけません。声が弱すぎる。援護してあげるだけなんだから。もうちょっとです。 OK です。一体倒しました。おっと、まとめて攻撃できるんだ。さあ、そろそろ、交代の時期です。さあ、ここで。強いです。倒しました。さあ、これでユキの、仲良し度が見事にアップしました。くれんぼですね。こうして200になりましたね、仲良し度。星が数が。2日に1回はきついな。もう一度そのシマリンの限界突破を見てみましょう。シマリンはこれですね。このなんか香水の瓶みたいなんで行かないといけない。となるとこの香水の瓶みたいなのが
かき氷で買えないといけない。かき氷は必要なのは50。この果実っていうのを手に入れないと、引き出せないってことですね、進化を。ということは結局クエストしないといけない。かき氷を稼げるクエストってなんだろう。さあ行ってみましょう。さあチャンス。チャンス。そしてもっと燃えるがいいや。一発倒れ、カメ一匹倒れた。
これで残りは一旦、なんだろう、ゾビだ。すごいな、回復もした、ディフェンダーも上がった。なんて、そして中ダメージが戻った。特大ダメージを食らわせる、倒しました。かき氷は2つしか確保できないのか。かき氷をもっと効率よく手に入れ合う方法ってないのかな。あ、そうか、あれとか水鉄砲とかき氷を交換できんじゃないの。これでしか交換できないのか。メインクエスト行ってみましょう。ミニタイプは行ってみましょう。すごい声やな。まだか。まあ楽勝ですね。
さあシュガーとユノが話しております。うん、土の類を上げていきましょう。ひとまずですね、進化の方向には謎を残しつつですね、終わりたいと思います。またですね、キラーファンタジーやっていきますのでよろしくお願いいたします。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。